when you're running out of luck, need to get unstuck, so cough. When you're up against the wall and you cannot fall, so cough. Oh, shit, oh, oh, shit, oh.出ました。やっぱ諦めちゃいかんですね。皆さんこんにちは。メガバスプロスタッフ田口です。今日はですね、自分の地元茨城県にあります日沼なんですけど、汽水湖ですね。こちらで、メガバスルアーいろんな種類を使ってですね、シーバスを狙っていきたいと思います。季節は今6月ですね。梅雨入りしたとこです。日中のね、白ボイルが、少し出ているような状況なんですが、夜がちょっと気温が安定しないのもあって、ちょっと夜が静かな状況ですね。なんで様子見ながら、日沼とつながってる日沼川、それから中川なんかも視野に入れて探っていきたいと思います。今日は楽しみながら、やりたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。白がやっぱ手前にね、ガーッと川みたいにいて、時折騒ぐんで、おお、騒いだ騒いだ。とりあえず、これ、カラシ SW ですね。5g と 9g あるんですけど、5g の軽い方から、上から探っていきたいと思います。お願いします。そこも一緒やん。おー、出た出た出た。60ぐらいのいるわ。おお、かかってきた。さあこんな感じですね。カラシ SWSS5g の方ね。餌が騒ぐんでキャストしてね、そのままカウントなしのトゥイッチ。ケツ下がりなんでね、ロットを下げた状態でもツイッチして巻いてくると浮き上がるんで、水面にね、こう浮かされてる白の下をねイメージしながら今ツイッチしながら探ってます。それか、ヴィランの70でまだいればちょっとわかんないですけど、餌騒ぐんでまだいるとは思うんですけどね、下入れて探ってます。おお、騒いだ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 。あ、やっぱいるな、沈んでるだけだな。こと、まだちょっと大きめにいてくれたら嬉しいな。お、だったな。さあ、おっしゃ、ヒット。おっしゃ。やっぱいた、まだ下に。あ、元気元気。元気やな。元気ですわ。押し入れます。ふー、キャッチ。よっしゃ、あー、イエーイ、やりました。いや、今ここ入った時にボイル何発か出たんですけど、ちょっと和船がね近く通ったらすぐやんじゃって、あー、ちょっと出てっちゃったかなと思ったんですけど、たまにハクが騒いだんで下には何匹か残ってるなと思ったんで、ルアーをね、カラシ SW からヴィランの70、チャートバックですかねに変えて下探ってたら出ました。やっ
ぱ諦めちゃいかんですね。よっしゃ、ありがとう。じゃあ逃がします。いけるね。ふい、ありがとう。よし。やった。同じ感じで釣れたらいいな。あー、たまに参加いるな、これ。いるいる。これ連発したらいいな。よっしゃ、いった。よっしゃ。まだいたわ。デストロイヤーぶち曲がりですね。回ったね。サイズはそうでもねえけど、ジャンプ一発でアリが回った感じです。よし。あー、ほっぺだ、ほっぺ、ほっぺ。あー、回った。やったね。はい、やりました。2本目。魚はね、沈んでいるのかなと思って、餌が騒ぐ下にね、ビラン70、ですね、15g、これを同じように通したら、ただ巻きで食ってくれました。ちょっとね、サイズはダウンしちゃったんですが、厳しい中、2連発させて本当良かったです。ありがとうございます。今回使用しているタックルの説明をしたいと思います。こちらですね、空海の 92MLS です。今回ね、一番最初に入ったポイントで、カラシ SW とか、ヴィランですねをメインに使ったロッドです。マックスウェイトがですね、30g の92の ML なんですけど、その 86MS ってもう一つ、短い竿があるんですけど、それとルアーウェイトは一緒なんですが、レングスが92で少し飛距離を出せるっていうこととあんまり長すぎない、レングスが、カラシ SW なんかを使うときに、こうしゃくるんでね、ロッド操作性もいいです。それと、バイブレーションを、ちょっと早巻き的な感じで、ヴィランなんか使うんですけど、その時に、巻きながら反転こうシーバスがして食った時にティップが結構かなりグッと入る竿なので、乗りもすごくいいです。で、操作性もよく乗りもいい竿っていうので、これを今回は、メインで一番長く使いましたとね。で、リールが C3000 の MHG という型ですね。ボディが2500番の3000スプールがついているリールです。一巻き 88cm で、 P ラインの方が、0.85 ですかね、のリーダーがフロロの45を使いました。はい、続いてですね、こちら途中でね、少しだけ使った竿なんですけど、96の MS っていう竿ですね。マックススペックが、ルアーウェイトが 40g の竿になってます。レングスが92よりも、長いのと、M っていうね、マックス 40g まで投げられる竿なので、飛距離を出したい時とかに、使用してます。またナイトゲームの、ミノとかのね、ちょっとウェイトが上がった時の、釣りにもこれを使用してます。ちょっと、日中
まあ、この竿でね飛距離を出したいなと思って出したんですけど、非常に、軽い竿になってまして、カラシ SW でね、こう煽るシーンなんかでもこれ使ってた場面もあったんですけど、全くねこう竿を上段に構えてアクションさせても手が疲れないっていう、ロッドバランスのいい竿なのでまあ軽めのとこから、途中鬼丸なんかも使ったんですけど、操作性もよく飛距離も出せるっていう竿なので、それとしっかりM で強い竿なんで、フルキャストしてね着水点のバイトなんかもしっかり、バットでねフッキングできる強い竿になってます。こちらにセッティングしたリールは、C3000 の XG、 一巻きが 94cm、 Tラインが、1.2 号ですね、のリーダーが5号、フロロの5号をセッティングしました。はい、最後になるんですけど、こちらが空海の 93MH プラス S になります。今回使用する機会がなかったんですが、マックス 60g まで、ルアーが背負える竿になってます。大型のミノーとかね、大型のペンシルとかね、その辺を遠投できる竿になってて、もうバットからしっかり強い竿なんで、秋が来るとね、ヒネマもウェイクベイトとか強くなるんで、これがメインで使用するタックルになると思います。リールの方がですね4000の MHG という型をセッティングしています。一巻き 94cm、 それで P ラインの方が、1.5 号ですねの、リーダーは6号という、セッティングにしています。うわー風ぐらい、おカワウが1匹めっちゃ潜って出てやってっから、すげえあそこ餌がめっちゃいいんすね。はい、今ね、見に来たんですけど、ちょっと静かなんですけどね、ヒネマで、チョーカーを伸ばそうと思ったら一箇所でね、ずっとシーバスが刺してくるのを待ってるのではなくてですね、やっぱ点々と、タイミングでやっぱ餌が多いところに刺してくるんですけど、お腹いっぱいになったらすぐ出てっちゃうんで、やっぱり、点々と回ってね、ブラインドで、目視で確認して餌がはしゃいでるとかボイル出てるところをこう回った方がチョーカーは確実に伸ばせると思います。でそのまあ場所を点々とするのにあたって駐車問題ですよね、路上駐車は避けていただきたいなと思います。でまあ茨城町町営の無料駐車場がね、数箇所ありますんで、そういうところを利用してもらったりね、またあとはヒネマをね、こう中心から下流にかけては田んぼが隣接するエリアになりますんで、護岸の脇ですよね、食堂なんかは、止めていただいても大丈夫なんで、まあでもやっぱ釣り人もねこう通過するところなんで、なるべくねみんながこう邪魔にならないようにね片側に寄せて止めるとかして、迷惑駐車にならないようにしてほしいですね。またあとその田んぼがあれね、農家さんもね利用するところなんで、その辺やっぱり釣りをねさせてもらってるっていう気持ちを持って、皆さんに迷惑にならないように、自己中心的にならないでね、その辺考慮して、マナーを守って、駐車していただけたら幸いですね。80ジュニア、おそこ、うわぁマジで、
からし行ってみます。やってんだけどね。おっしゃ、出たやったね。かわいいけどな。よっしゃ、かわいいけど、よいしょ、やった、ボイル打ち、キャッチ、はい、出ました。からしの SW、 これライムのクリアですね。ボイルがね、小さいサイズなんですけど結構頻繁に出るようになったんで、からし SW の 5g ですね、 SS の方ですね、をボイルに投げ入れて、ちょん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 細かいシェイクですね、水面直下、意外とあの餌がそんなに層が厚くなくて、多分水面直下、餌の下をちょんちょんちょんってドッグウォークですぐ反応してくれましたね。小さいけどね、やっぱ狙って釣るとめっちゃ嬉しいです。まだやってるんでね、連発しそうなんでやってみます。いいかな、ありがとうね、やった。やっぱ肝はね、餌の1枚下を引くってことですかね。このかなし SW なんですけど、で、まあ、5g と 9g とあって、使い分けとしては、だからこの今、5g 使ってて水面直下ですげえ反応が良くて釣ってますけど、あの餌がすごい濃い時、その餌の層の中に埋もれさせてしまっては反応してくれないんで、その餌の層の下を引きたい時に 9g で水中の中でドッグウォークさせる使い方、そうすると、反応する時がありますね。あとはどうしても今風が若干向かいで吹いてて餌が離れない状態で、キャスト範囲に餌がいるんで 5g 使ってますけど、ちょっと遠いって時にやっぱり 9g で、遠いところのボイル打ちっていうのも、手ですよね。半端じゃねえ餌が。うわー、すごっ、目もすごっ。よっしゃ、出た、連発やボイル打ちたまらん、やっぱ気持ちいい。よっしゃ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 、おいでおいでおいで、あー、まあちょっと、よいしょ、よっしゃ、連発だ。うわ、丸飲み、丸飲みですやん。うわ、丸飲み、お疲れ様でした。いやー、厳しかったまあちょっと厳しい中にも、からし SW とね、ヴィランとね、超過出せたんで、例年よりも今年はあの白のサイズがものすごく小さくて、結構皆さん四苦八苦してるとこだと思うんでね、ちょうど今時期白のサイズとからしで SW がマッチすると思うんで、まあ、水面直下のドッグウォークですね、という形で誘い出ししてもらえば超過出るかなと思います。それとあの白がすごく濃くなった状態で上に出せないときは、ミナン70のねただ巻きで、超過出ると思いますので、参考にしていただけたら、嬉しいです。それとですね、
今こちらですね、開発中のウェイクベイトプロトモデルですね。これを今、作っていただいてるんで、秋間違いなくハマってくれる LBO2 搭載のウェイクベイト、飛距離も出ますので、ぜひお楽しみにしてください。